おはようございます。どうも山桃です。集まれ動物の森。なんかいろいろ画面が渋滞してるよ。ちゃまる。そして風船ね。あ、待って、違う、マラカスじゃなくて、あ、待って、どこや、この辺か、今や、あ、違うな、あれ、どこ、来た、中身はホースリールや、何色やろ。あ、いいですね、ホースリール、私よく使うんですよ。で、これを拝借して、どこ行ったん、ちゃちゃまる。あれ、一瞬にして消えてしまった。ちゃちゃまる姿が見えなくなってしまいました。お金の木どこにできてんの、これ。ちゃちゃまるがこの島から消えた。あれ、ちゃちゃまるどこにいるの。うわー、キングサーボー、やったー。今日はですね、何をするかと言いますと、我が家をね、模様替えしようと思って、本日は模様替え動画となっております。現在ね、リビングはこんな感じで作ってるんですけど、だいぶ前に紹介した時とはね、雰囲気が変わってると思うんですよ。今のね、このお部屋気に入ってはいるんやけど、ちょっとね、殺風景なんよね。もう少し家具を置きたくって。なので、おっと？ペタくん？ペタが来たよ。あー、遊ぼう。あ、いらっしゃい。まだまだ殺風景なお部屋ですが、いきなりでびっくりした？せいや、あかん、語尾が。セイヤーがまだまだこの島にはびこってる。ゆっくりできるとここの辺しかないですけど、どうぞごゆっくり。僕なんだか急に山姫とお話ししたくなっちゃって、なんて愛おしいんだい君。今日はね、お土産を持ってきたよ。なんとリンゴ、ありがとう。これすっごく人気があるんだって。気に入ってくれると嬉しいな。むくわ、一緒に食べよう。ペーターくん、これカントリーのキッチンがお部屋にあるってことは、お料理するのが趣味だったりするの？僕は食べることが趣味だから、味見ならいつでも呼んでね。さっきからいちいち可愛いね、ペーターくん。え、そこあるよ、一応座布団、椅子もあるよ、一応そこ。ペーターくん、ちょっとじゃあ一緒に座っちゃおっかな。あ、ちょっとペタくん、あの写真撮影もう一回しようよ。ペタくん、こっちにもあるよ、豆椅子。ペタくん、見て、どうぞ、ぜひとも座っていただきたいね。ちょっとゲームしたいな、ペタくん。山姫、僕とゲームで遊ぶっていうのはどうかな。来た、いいよ。よーし、じゃあハイアンドローで運試ししちゃおう。正解できたらお祝いのプレゼントはトレンディーな服だよ。それじゃあ早速始めよっか。トレンディーな服欲しいな。まず最初の1枚をここから適当に引いて、8か。それじゃあこのカードの数字は8よりも大きいか小さいか、どっちでしょうか。いや、行くよ、私はこれで大きいにかけたい。大きいでいきます。果たしてどうなんだ。さて答えは、7のカード。残念、外れでした。外れちゃったってことは、今日の君はついていなかったんだね。めげずにまた遊ぼう。くたくのない笑顔でちょっと辛辣なこと言われちゃったな。ついてないってことなのか、私。ペータくん、かわいすぎるよ。マメイスとペータくんのこの組み合わせ、かわいすぎるよ。私はじゃあここに座っちゃおうかな。何をするでもなく、ただ椅子に座って無言の空間ね、これ。仲いい子ほど無言になっちゃうみたいな、好きなことをお互いしちゃうみたいな、あれよね、ペータくん、これね、そういうことやんね。ペータくん、どうしたの。ペータくん、やっぱりリンゴ剥いてほしい。ペータくんが持ってきたリンゴ、やっぱり一緒に食べた方がいい。今日はどうもありがとう。それじゃあまたね。ありがとう、ペータくん。ってことで、またいつ訪れてもらってもいいように、ここをね、改造していきましょう。このお部屋はですね、もう少し秋らしさを取り入れた温かみのある部屋にしていきたいなって思ってるので、いろいろと改造していこうと思います。一旦全部閉まっちゃおう。そうしよう。壁紙からまず何にしていくかよな。秋っぽくしたいなって思ってたけど、この家に入って、まずここ、芝生にしちゃおうかな。墓場の壁。うわ、一気に雰囲気変わった。の音楽ってさ、ウキウキワクワクする反面、やはりどこか怖いなっていう雰囲気もあると思うんですよ。洋風の墓石を作って、なんかそれっぽい雰囲気を
出したいと思います。墓石をここに3つ並べて、この銅像を囲うような形で墓石を置いてみました。骸骨を置きたかったんやけど、骸骨がないねんな。注文しないといけないですね。骸骨電気消してライトアップさせたら雰囲気出るな。環境音どうしよっかな。嵐、雷の音鳴ってる。うわー、きしんでる音いいな。いやでもここ一応芝生やからきしむ要素はないんですよね。嵐にしとこっか。やっぱ置きたいのは骸骨なので、注文しよう。このアイアンアーマーを置いて、四隅にガーデンライトを置いておいて、この遺跡の腰掛け何色にリメイクできたっけな。ライトブラウン、ブラック、苔石、苔石がいいかな。やはりこの廃れた感じを出しておきまして、カピバラをね導入してるので、これができるんですよね。まずは黙々。うわ、怪しい、怪しいけどなんか湯気出てるみたいになってる。ちょっと待って、冷え冷えの方がいいかもしれない。こっちに変えてみよう。うわー、なんか怪しいここは黙々の方がいいかもしれない。黙々にしてみよう一回。うわー、いや、やっぱり湯気に見えるな。黙々は違うかもしれん。あげあげ、あかん、これはすごいあげあげしてる。で、どんよりはどう。うわー、怪しい、異世界にいざなわれそう。これもうちょっと強めるか。どう、うわー、異世界にいざなわれそう。いいやん、これここも冷え冷えにしよう。モヤモヤはどう？アイアンアーマーをモヤモヤさせる。うわー、モヤモヤっていうよりなんかすごい嫌な匂いがしそう。これはこっちもどんよりにさせてみる。うわー、マガマガしい、呪われたアイアンアーマーいいかもしれない。効果つけるのこんな感じにしておこうかな。イエーイ、骸骨が届きましたなんか骸骨が届きましたってやばいな。よくよく考えたら危ない橋渡ってそうな言葉やな。家具磨きにマイデザイン使えるの初めて知ってんけど、骸骨にギンガムチェックをつけたらどうなる？なにこれ、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 なんか画面がバグってるみたいになってるよ。待って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 、もう一回見てみる。マイデザインをめちゃくちゃ塗ってみよう。なにこれ、なにこれ、なにこれ、どういうこと、どういうこと、どういうこと、なにこれえ、なにこの効果、うまいこと活用できるのかな、これそうホラーでしかない。なにこれ、さすがにハタイとコーパチエモンはやっぱどんよりがね、このまがまがしい雰囲気があっていいんですよね。どんよりさせておきましょう、こちらも。というわけでですね、まずこちらお部屋ができました。森の奥にある廃れた遊園地みたいな雰囲気をね出したかったんですけれども、まあなんせね部屋に置けるものの数が少ないということで、このコーヒーカップのみとなっております。そしてね、この奥に進むこの道、なんかまがまがしくて怖いですよね。墓地とか置いちゃって今にも動き出しそうな奥の銅像、確実にあの右手に持ってる皿みたいなもんで槍にかかってきますやつは。こちらにはね、呪われたアイアンアーマーなんかも置かれてたりするんですよね。うわー、こんなところにも骸骨が。果たしてこの井戸の中には何が投げ捨てられているのだろうか。怪しげな雰囲気が出せてたらいいかなって思うんですけど、ちょっとルームツアーもしようかな。そんなにね他の部屋は変わってるわけじゃないんやけど、まず右手行きましょう。お部屋を入って右手はですね、結構前から変わってないこのナチュラルな可愛い感じとなっておりますね。お部屋がちょっとここもねガラッと雰囲気変えて秋っぽいよくしてみようかな。置いてるものはそんなに変えずにフローリングとか変えようかな。ちょっと茶色い感じにしたいんよな。バグハウスの壁いいな。これにしよう。ライトの寄せ木細工の床、このカップ&ソーサー置いとこうかな。これめちゃくちゃ可愛い。壁紙と床板の色を変えるだけでかなり温かみが出たんじゃないでしょうか。というわけでね、こんな感じでした。まず右手のお部屋、じゃあお次左手の部屋行きましょうかね。こちらはですね、トイレ&お風呂場となっております。トイレがびしょ濡れになりそうな位置にシャワー置かれてるんですよね。ここちょっと模様替えしちゃおう。フローラルなモザイクタイルにします。これめちゃくちゃ可愛いよね。壁紙ね、
今のまんまでもいいんやけど、どうしよっかな、まあ、青系にしちゃおっか。これで合わせよう。シャワーを端っこに寄せといて、トイレがね今ここにドーンってあるのもちょっとおかしな話だよね。さっきまでシャワーの真横にありましたからね。この洗面器もねリメイクしてきました。中チューリップめちゃくちゃ可愛い。でやっぱりアヒルはいるでしょっていうね、ここに置いとこうかな。 DIY で仕切り壁作ります。ハピパラを追加してるので、この仕切り壁が追加されましてですね、ちょっとこれ使ってみようかな。どんな感じになるやろう。うわーいい感じやん。トイレここに設置するとして、仕切り壁こうしよっか。トイレは狭くていいよ。洗濯物をここに置いて、壁紙の圧がすごい気もするねんな。白にしとこう壁紙は。その代わり壁にいろいろつけちゃおっかな。ハニワ飾りたいな壁に。コロンハニワ、あとドスドスハニワ、可愛すぎるハニワが。ピューハニワ、どこ行っとんねピューハニワ。ピューハニワをおトイレにトイレに置いときましょうか。コーンハニワと、あとコーンハニワも飾っておきましょう。お風呂場こんな感じでできました。いかがでしょうか。ちょっとこっちはね秋っぽさは全然なく、なんか清潔感を意識しました。壁に飾られたハニワたちが奏でる音楽はいつ聴いても心地がいいですね。お風呂のまったり時間が楽しめそうです。そしてこの扇風機でね洗濯物を乾かすと。湿気すごいはずやのにそんなとこで洗濯物干してますからね。そしてこちら、うわかわいい、めちゃくちゃかわいい壁が。いい感じやな。お風呂場はこんな感じです。猫足バスタブがかわいすぎる。ここもね水流しっぱですね。水道代考えるのが恐ろしいですね。めちゃくちゃこじんまりとしたトイレ。あ待って、これもしかしてトイレ座れる。あ座れるんや。ハニワぶち抜いてる。あとんでもないことになってる。顔とハニワがかぶっちゃってるね。見なかったことにしておきましょう。奥の部屋見ましょうか。いやーこちらのお部屋はですねお気に入りのお部屋なんですよ。おしゃれな大人のお部屋でございます。ちょっとムーディーさもあるような、ジュン君の雰囲気と合うなと思ったからね、壁にジュン君の写真を引っ掛けてます。流れてる音楽これ何やったっけな。アーバンケケです。もう見てこのジャケ写から分かるようにかっこいい感じ、大人の色気って感じのね曲流してます。いやかわいいな。異世界へと誘われてそうなお部屋はこんなおしゃれな部屋でした。まあ最後ちょっと上と下だけチラ見せしておこうかな。なんですけどここはね全然以前と変わってないんですよね。左右対称のかわいいお部屋となっております。いつだって誕生日祝ってくれてるからハッピーバースデー。下行きます。下のお部屋もね上の階と似た感じにはなっちゃうんですけど、癒しの空間です。ここはしとしと雨が降る森の中、焚き火の音なんかを聞きながら癒しの時間を楽しんでいただく、そんな空間となっております。キノコのやっぱり家具たちがいい味を出してくれているのではないでしょうか。ここもお気に入りの空間でございました。私んち現在そんな感じですかね。でまあそれにしても怪しげな空間が誕生してしまいましたね我が家に。もう一つねサブ島で照り焼きバーガーセットっていう島作ってね、あの生配信とかしたりしてるんですけど、そっちのお家をねなんか怪しげな館にしたくってですね、こっちの島のお家が怪しげな感じになっちゃいました。なぜでしょうか。というわけで本日は模様替え動画でした。いかがだったでしょうか。また次回はね残ってる隙間のしまくりをやって、我の名前は山本が完成します。お楽しみに。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。